岩田塾。この番組は感染症を専門とする医師、神戸大学病院感染症内科の岩田健太郎が、一般の方から感染症のプロまで幅広く情報を発信していくものです。なお内容は所属先の見解ではありません。そして内容については収録日時点のものですので、その点ご了承ください。また番組の内容は一般的な知識を提供するもので、個々の患者さんへの適用には十分にご注意ください。前回に続いて、731部隊と大学についての、説明を後半として、お送りしています。でここからは、ヤン先生、タン先生の、英語論文の和訳から僕が拾い読みしたところの紹介になりますけども、日本というのはその1925年の6月にスイスのジュネーブにおいて、日本、アメリカ、ドイツなど37カ国で窒息性ガス、毒性ガス、またはこれに類するガス、および細菌的手段の、戦争における使用の禁止に関する議定書、ジュネーブ議定書に調印したと書かれています。まあ、で、それを調印したにもかかわらず、731というのはその後、化学兵器とか細菌兵器をずっと開発して、で人体実験をして、また戦争にも使っていたということで、まあ、この研究論文では、それは全く間違っていたんではないかというようなことを記しています。で、戦後になって1946年で、そのアメリカと裏取引をして、石井四郎たち関係者はみんな免責されるんですけど、その時に、尋問というのをされてるんですね。で最初は石井四郎っていうのはその自分たちは別に悪いこと何もしてないんだよというふうにこう事実を隠してたんですけど、731部隊の2代目の部隊長、石井四郎の後に部隊長になった、北野正治という人がですね、同じくこの、アメリカのその尋問を受けて、であれは細菌線研究っていうのは行ってましたと、行ってたんだけどそれは公表できないっていうのを石井四郎に口止めされてましたみたいなことをポロッと漏らしたりしています。センシティブな内容なのかもしれませんけど、まあ、ファクトとしてちゃんと知っておくべきだと思うんですけど、昭和天皇の関与についてもこの学術論文は調べていて、昭和天皇731部隊が、存在するということとその役割についてもちゃんと認知して、そして、承認もしていたというようなこともここで資料をもとに、論証されています。で結局1945年の8月に、日本は敗戦するわけですけども、その敗戦の時に、731部隊っていうのは、まず証拠隠滅にかかります。で、その時に、全ての資料とかそういったものをまず、破棄してですね、しまうということ、それから石井四郎と彼の息子はですね、毒ガスを使って、マルタと呼ばれていた収容されていた検体ですね、人体実験を行っていた対象者をですね、殺してしまったというふうに言われています。それから石井はですね、誰にも731部隊だったことを明かしてはならないとか、お互いに連絡を取り合ってはいけない、公職についてはいけないという、3つの命令を出してですね、とにかく731部隊については完全に隠蔽しようという命令を出して、そして、みんなで3355になって逃げてしまいます。で逃げて、あるものは日本に帰国し、あるものはソ連軍に捕らえられて、でソ連軍が今度戦争犯罪裁判にかけるんですね。だからアメリカはバーターで裏取引をやって、戦犯から免責したんですけど、ソ連に捕まった数名の731部隊員は1949年にハバロフスク裁判という裁判で、実は裁判にかけられています。でここでただし石井は隠蔽せよという命令を出していたので、ずっとこの証言を拒んだりしていたらしいんですけど、いずれにしてもこのソ連に捕まった人たちは戦争裁判にかけられて、でそうじゃない人たちは捕まらなかったという、一種のダブルスタンダードみたいなものが当時、できました。でその後戦後ですね、先ほど申し上げた2代目の部隊長の、北野正治っていうのは日本ブラッドバンクですね、を立ち上げて、これが後の、緑十字、これ今は存在しない会社ですけども、後で薬害エイズ事件の関連の会社にもなってしまいます。でその後はですね、731部隊の関係者っていうのは結構出世していまして、文部省の研究所に入ったりですね、病院を開業したりとか大学の教授になったりとか会社を起こしたりとか、いろんなことをやっていて、この辺も
この中国の研究者たちは全部、まあ、明らかにしていきます。で、石井四郎の紹介ですね。石井四郎は1892年の6月に千葉県で生まれてますね。で、まあ、地主で造り酒屋だったと、実家はそうですねって言われてるそうです。で、まあ、そこから京都大学に入って、で、まあ、この731部隊を率いるという顛末は先ほど紹介した通りです。それから北野政次、彼は石井四郎の後を継いで、この731部隊を率いた人ですね。彼は兵庫県、1894年に兵庫県で生まれて、で東京大学の方を卒業して、東京帝国大学ですね、当時の。その後伝染病をずっと研究している、まあ、研究者でもあり軍人でもあり、で、731部隊を率いることになったという人になります。非常に研究業績多くてですね、まあ、石井四郎は肺炎球菌のどうも研究をしていたらしいんですけど、北野の方はですね、腸チフスとかペストとかですね、まあ、そういったデング熱とか、まあ、そういったところの、まあ、統計的な観察研究とかそういったところを創設論文とかをたくさん、グインダン雑誌というところに発表していたようですね、まあ、そういったところが、まとめられています。それから、731部隊で有名なのはこの、石井四郎、これがダントツ有名 で次に有名なのは北野政次、3番目に有名なのが吉村、これは久人と読むんですかね、久人なんですかね、天寿を全うの十に人と書いて、久人ですかね、吉村久人。彼は1907年兵庫県生まれで、京都帝国大学の卒業ですね。で、彼はやっぱり731部隊に入って、でそこで凍傷、ですね、いわゆる霜焼け凍傷、こういったものの、実験を、人体実験をしていました。で、中国人をわざと凍傷にする実験とか、新生児をですね、氷水につける実験とか、まあ、いろいろそういうようなことをやっていったと言われています。で、その後ですね、結局戦後は日本に帰ってきたんですけど、731部隊で、まあ、そういった人体実験をやっていたって事実はですね、忘れ去られて、最終的には京都府立医科大学の学長に、なっています。で、彼はですね、77歳の誕生日に、まあ、記事ですから記事解雇という本を出してるらしいんですけど、その時に、戦時中の研究は戦後英文生理学誌に発表したが、欧米の学者の間に大きな反響を呼び、今日もなおこの研究を発展させた実験は日本のみならず世界の大学や研究所で行われていて成果を上げているというようなことを、まあ、書いていてですね、まあ、その分野における指導的人物として振る舞っているというようなことを書いていますが、まあ、こういったデータは全部その新生児とか中国人を使ったですね、人体実験から得られたデータであるということで、まあ、この論文ではかなり厳しい口調でですね、吉村を責めてますよね。まあ、しかしながらそういったことについても取り沙汰される、まあ、ことがなくてですね、まあ、ずっと看過してきたっていう日本の医学界についても、まあ、批判の目を向けていることだと思います。で、先ほどちょっと言いましたけども、緑十字ですね、緑十字はですね、1950年11月に、内藤良一、彼らが作った日本ブラッドバンクっていうのが、まあ、その前身になります。で、ここの取締役、東京支社長になってたのが北野政次、731部隊の、2代目のトップですよね。まあ、そういうことで、まあ、緑十字社というのはずっと血液製剤関係を商う、まあ、会社だったわけですけども、その後1980年代になって、まあ、血液製剤によるエイズの感染が起こって、その大問題に発生し、まあ、最終的にはこの緑十字という会社はなくなってしまいます。で、こういったことも指摘されています。で、一人得意な人物がいて、この人は僕知らなかったんですけど、篠塚義雄という人がいます。で、この人は、まあ、この論文では731部隊の隊員の中で最も正直にかつ積極的に真実を語った人物として評されています。で、彼は15歳で731部隊に入隊して、それで17年間、32歳で帰国するまで戦争に費やしたらしいんですけれども、その時の自分は本当の自分ではなかったと振り返っているそうです。で、彼は千葉県の出身で、石井四郎と同じですね。で、731部隊が1945年に
まあ、解散した時に、面白いですね、中国共産党が率いる解放軍に加わったっていうんですね。でそれからしばらく経って7年後です、1952年に、解放軍、中国共産党の解放軍に自分が元731部隊の隊員であるということを告白し、そして、戦犯管理場に収容されてたということなんですね。で、中華人民共和国がですね、その中国、日本の中国侵略における戦争犯罪人の処遇についてということで、まあ、情報を開示して、で彼は最終的にそのアメリカで、まあ、そういった会議に出て、で、自分たちの行ったことを証言するっていう話になったんですけど、シカゴ国際空港で入国を拒否されて日本に送還されています。でこの理由がですね、第二次世界大戦中に非人道的な行いをしたからだという理由ですね。でこれについては著者たちが憤っていてですね、まあ、そもそもアメリカがですね、裏取引をして石井四郎たちを放免しているから今731 の、 歴史の事実っていうのがこう隠蔽されているわけで、そういうことに加担しているアメリカがですね、なんか人道的に問題があるから国に入れないとかって言ってるのはまさにダブルスタンダードだろうということで怒ってはります。まあ、この辺まあ、アメリカってそういう国だなという印象を僕も受ける時がありますので、なかなかムーブになるかなだと思いますね。まあ、あと僕が興味深いなと思ったのは、実際に戦争でですね、この生物兵器とかを使ってたっていう事実ですね。これはあんまり知識がなかったですね。例えば、1939年に、ソビエトと日本が満州とモンゴルの国境線で、戦う、いわゆるノモンハン事件というのが起きてます。でこの時は、まあ、日本がボコボコに負けてしまったということが、まあ、よく知られているんですけど、この春葉川というところで戦うんですけど、この時に731部隊というのはどうも生物兵器を使っていたらしいんですね。この時に、コレラ、腸チフス、赤痢菌というのを春葉川などの水源に、まあ、投入したという記録が残っています。で、まあ、これ投入して結局どうなったのかというようなことは、あんまり書いてないんですけど、どうも4回ぐらい細菌攻撃を行ったそうですね。で、まあ、それで石井四郎は勲章を授与されていますね、関東軍支部よりも。それから、これは上徳って読むんですかね、中国の、湖南省の、都市らしいんですけど、ここでも、生物兵器使ってますね。1941年11月に、日本の飛行機が、上徳の上空に飛来して、のみ稲穂の穂、麦、また紙などを投下しています。でこれはペスト菌を持ってたんですね。ペスト菌というのはヤルシニアペスティスという、まあ、グラミン性菌で、のみを介して、足とかに感染して、で鼠径部などのリンパ節を起こす、いわゆる腺ペストを起こし、それから菌血症を起こして肺に回って肺ペストを起こして、という、まあ、バイオテロによく使われると言われているものですけども、でこれを上徳にどうも飛行機でばらまいたということなんですね。それで11歳の女の子がペストで、死亡して、その後上徳ではペストに感染した患者が次々に死亡したということが書かれています。で、まあそういった記録が残っていて、実際にはそういう、まあ、細菌兵器を使ってですね、街に投下するというようなことを、まあ、731部隊やってたんですね。まあ、同様に別の地域でもですね、井戸や食べ物にコレラ菌とかチフス菌とかセキリ菌とか炭疽菌とかを撒いたりとか、あるいは、まあ、毒ガス兵器を実際に使ったとかいうようなことが書かれています。またその毒ガス兵器をですね、まあ、中国に遺棄してたんですね。でこういうのがですね、残ったままになって、で後に戦後になってですね、民間人が死亡したという事件も起きているそうです。で終戦後にですね、遺棄された毒ガスで、例えば父春港で2003年に民間人1人が死亡したりして、最終的に2000人を超える民間人が何らかの毒ガス兵器によって死亡したというようなことが書かれています。こういった戦争被害、戦争責任というのは戦後にもそういうことが起きていたというようなことが書かれていますね。あと興味深いエピソードが、ね、たくさんあってですね、例えば石井四郎ですけど、日本に、まあ、帰ってくるわけですけど、その後ですね、東京裁判に、まあ、行きたくないということで、わざと葬式を挙げて自分が死んだふりをしてたと。でそれアメリカの、国防総省に見つかってしまって、結局実は生きていたということを発見されて捕まって、まあ、その後闇取引で、まあ、命を助けてもらったとかですね、まあ、いろいろ細かい
僕も知らなかったようなエピソードがたくさん書かれていて、もうこれ詳細に紹介しているともういつまででも喋ることになりますので、これぐらいでやめておきますけれども、まあ、というような感じでですね、まあ、この、中国の論文の翻訳っていうのは非常に、興味深いですし、その他にも、まあ、例えば生体解剖をどうやって正当化してきたのかとかですね、あるいはその、大学が結局はその戦争教育をどのようにやっていたかというところ、まあ、分かっているところ、それから分かってないところあるんですけども、そういったところもできるだけ肉薄するという形で、まあ、非常にこれ重厚な読み替えのある、読み物になっています。731部隊と大学ですね、これもぜひ皆さん手に取って読んでみていただきたいなと思います。岩田塾ではお便りを募集しています。お便りは E メールまたは Twitter のハッシュタグ岩田塾でお願いします。メールアドレスはケンタロウ岩田1969 @gmail.com です。それでは皆さん、さようなら。